トンブリは、太陽国海軍の解剖戦艦。トンブリ級解剖戦艦の一番艦。英語では、ドーンベリーなどともされる。トンブリ級解剖戦艦は1920年代に、大海軍がラタナコシンドラ級砲艦の導入後に設計した。ラタナコシンドラ級は英国が建造した日本塔の6インチ砲を持つ軽装甲の艦である。大海軍は、 ブレイク・ピブンソン・クラームの指揮の下で近代化を試みた。海軍の優先目標は海岸線の防衛であり、沿岸砲艦は最適の方策と考えられた。いくつかの欧州系外国企業が様々な設計を提案したが、最終的に日本の川崎造船所が入札を獲得した。基本的にラタナコシンドラ級の拡大版となっており、1936年に、 同型のスリアユタヤに先駆けて、神戸の川崎造船所で寄港し、1937年7月21日に浸水した。2265トンの排水量、増加装甲による機関や、砲塔の保護、慢性、ディーゼル機関2機を搭載し、当時のタイでは、戦艦と呼ばれた。兵装は3年式20.3センチメートル、連装砲法機であり、 この法は大日本帝国海軍の初期の赤木、加賀に搭載されたものと同型であったとされる。主兵装は25度の行革で、最大射程2万4000メートルであり、環境の上の塔には、主砲の施行のための法違板が存在した。追加兵装として三ンチ降射砲4機、飛式4 0トル機銃2機、1 3トル降射機関砲2丁、などの武装が存在した。 新型艦は大海軍によって手厚く迎え入れられた。さらなる同型艦の購入も検討されたが、1938年にイタリアからエトナ級軽巡洋艦2隻を購入することに決定した。しかし、建造が進められたエトナ級は1941年に戦時下にあったイタリア政府が大政府から購入し、タイに届くことはなく、トンブリ級は タイ海軍の最強艦として残った。タイ海軍兵学校で保存されるトンブリトンブリ級の領艦は欧州で第二次世界大戦が勃発した後に収益した。1940年11月23日にタイ仏印国境紛争が発生。トンブリなどからなる第三戦隊は1941年1月17日に高ちゃん島付近で軽巡洋艦 ダモットピケなどからなるフランス艦隊と交戦し、トンブリは被弾炎上。さらに開戦後に大軍機による誤爆でも被害を受けている。トンブリは同日午後に高ちゃん島と本土との間の浅瀬で転覆した。1941年後半に日本軍が南部仏印に進駐すると大の依頼で川崎重工がトンブリを不要、離床作業を行い、 甚大な被害の修理が試みられた。戦闘艦として復帰することはなかったが、軽流状態で練習艦として使用され、1959年の退役まで利用された。環境の一部と手法等がサムットプラーカーン県の対海軍兵学校で記念に保存されている。ありがとうございます。